やりますよ。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミン、どうしてストヘスクに？兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか？このままじゃエレンは殺される。ウォール・シーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。傷つくよ、アルミン。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。雲、もう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。巨人化される前に奴を捕まえる作戦で失敗。
敗したようだ。ネガタの巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団と、いや、人類の敗北だ。やっぱりネガタの巨人は兄だったんだな。敵外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって食べなきゃ。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行した。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。兄とは直接は戦わずに、うまくハンジさんのところへ誘導するんだ。巨人、相手してやる。頼みますよ。バカバカバカ。
こにか。エレン、女型の足を狙って動きを止めろ。そしたら俺が一発食らわせてやるから。エレン、まだ兄と戦うこと躊躇してるんじゃない？分かっているんでしょう。女型の巨人が兄だってことじゃあ戦わなくちゃダメでしょう。なんでお前は戦えるんだよ。仕方ないでしょ、世界は残酷なんだ。迎撃準備をしておいたの。女型の足を狙って動きを止めて。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。仕方ないだ、世界は残酷なんだから。
お前を倒すことで取る。繰り返してみる。頼みましたよ。私も行きますから。壁を乗り越える気か。行かせない。兄、落ちて。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、
我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だ。